小山翔太郎による、川上塔外像、川上塔外明治14年5月3日は、幕末から明治前期にかけて活躍した、南画家、洋風画家、図画教育者である。意見川館、洋名は官、陽名は尾の松、字は小栗、通称は万能城、文政11年生まれとも言われる、品野国高い軍松城半領福島日田村に、山岸世左衛門の罰子として生まれる。 母の実家である墨坂神社宮寺方から、須坂半半公立生官に学ぶ、高下元年江戸に出て、上野官英寺東営院の小銃となり、同院に出入れしていた演山史上派の絵師、大成椿記念に写生画を学んだ、海営4年に、幕府御家人株を購入、川上千之助の養子となり、以後川上生を名乗る、幕臣となり番書調べ書へ出資、安政4年2月に、 番所調べ職等教授出役、同年7月に番所調べ書絵図調出役命ぜられ、その直後長崎海軍伝習所に赴く、そこで、オランダ書の翻訳を通じ遠近法、製図、測量術などを研究し、石板画などの模写を行う、文久元年、画学局が開設されると画学局出役、翌年同局筆頭になり、少し後に入局する高橋唯一と共に、 博物図不制作にあたるなどの活発な活動を見せる。慶応元年、進む軍、徳川家持に従って、状況、技術者として、製図、写真撮影に従事した。明治維新後は、明治二年下や岡地町の700坪に及ぶ自らの屋敷内に、画塾、長考読みが館を開く。そのカリキュラムや熟成について正確な記録は残っていないが、小山翔太郎、 松岡樹、インドをまたて、河村清、中丸清十郎、松井登、浦井昌三郎らを指導する。また、地理書、予期市役の挿絵を同版画で描いたり、石版技術を研究し、社形法版という修画帳や、西洋画の一般指導書、西賀指南を、観光、洋画法の普及に功績を残す。明治九年には、明治天皇の北海道行行に随行して、二点の油絵を、 制作権能している。ただし、当該の油彩画は、書物から学んだ技法を中心とするもので、西洋画と呼び得る作品は多くは残っていない。そもそもタブローの基準作が定まっておらず、新版の鑑定が難しい。その一方で、当該は伝統的な日本画を多く描き、下屋の文人サロン、反感者のメンバーと親しく交友し、長江読み画館も当初は難画を学ぶものが多かった。 伸びやかな筆致による花鳥画の有品を見る限り、洋画より難画に才能を持っていたようだ。明治10年の第一海内国官業博覧会では、美術部の審査主任を務めており、これは当該が伝統美術と西洋美術の両方に通じていたことからの人選だと考えられる。一方、明治5年10月より陸軍兵学寮に出資し、明治11年からは、 参謀本部地図化に勤めた、明治14年第2回内国官僚博覧会でも審査官を務めるも、熱海で自殺。部下の起こした清志公使館への地図密売事件の責任を取ったとされるが、詳細は不明。ありがとうございます。